サポーターの選んだ MVP は今年新加入した松井大輔選手。4カ国6つのクラブにわたりプレーをしてきたそのテクニックは本物。しかし松井選手がチームにもたらしたものは技術的なものだけではなかった。それは入団会見でのコメントで。役割としては、まあ、1年間、駒野をずっといじっていこうかなというふうに思ってますので。松井選手はその明るさでムードメーカー的な存在に。監督の目指す一体感に一役買っている。ではチームの現状をどう見ているのか。